戦略上分類の話をします。まあ、何回も、ね、ここから本筋って何回も言ってるんですけど、でもここからが一番こう、このレクチャーの、まあ、肉となる部分に入るんで、力分を集中した方がいいかなと気がします。というわけで、最初の A の水かけプラスアルファの僕が言ってる戦略について話します。で、これどういうシナリオを想定しているかというと、これ多分一番多くのディベートで発生するシナリオなんですけど、相手とゴールが、別かつ排他的でない場合です。例えばポルノとかでなんかガバが、まあ、分かんないけど女性のセクシャルサティスファクションの話をして、ここが例えば表現の自由の話をするみたいな、まあ、こんなざっくりしてるか分かんないんですけど、例えばねこういう風な大まかなこうお互いが守るゴールがアップとします。どういうふうにこのシナリオにアプローチするかっていうと、まず相手のゴールがこちらで同等にまたは相手以上に達成されることを示すことを僕は水かけプラスアルファっていうふうに話しています。ではイフリップとかっていうんですけど、重要なのは相手以上に達成されることを、まあ、示そうとするものの、別に必ずしもその暮らしで勝てないと勝てないわけではなく、その暮らしをあくまでも水かけレベルにすれば自分たちが守りたいゴールで勝ち切れる。例えばポルノの場合は、いやこっちの方が女性のセクシャルサティスファクションが達成されますよっていうふうに証明することを試みて、どっちが女性のセクシャルサティスファクションがいいかどうかっていうのを判断をジャッジにできなくさせて、いやならば表現の自由で私たちが勝ちにするべきですよねっていう形で持っていくのを、この水かけプラスアルファというふうに言っています。性質としてジャッジとして、まあ、かなり勝ちにしやすいんで強いし、これは、僕の常套手段というか、僕はエージャンにやると大体この戦略で、まあ、勝ちます。負けるときもあるんですけど、はい、で具体的にはちょっとこれあんま詳細には入んないんですけど、例えばね、側が、フリーマンとスペースセクシャリティはこっちの方が守れるっていうふうに言える一つの例として、例えばポルノっていうのは、まあ、例えば僕はポルノは例えば女性にとっても自分のセクシャリティが表現できていいよねとか、その出演している人たちのセクシャリティの話を例えばしたとします。その時に例えばガバディエンのが、いやポルノっていうのはそもそも特定のセクシャリティとかこうメインストリームの売れるようなセクシャリティしか基本的に見せないので、逆に言えばそれに即さないような人、つまりメインストリームの、まあ、多くの場合男性有利のセクシャリティっていうのに対して自分自身がそぐわないような人、自分のセクシャリティがそれに合わないような人にとっては基本的に表現の自由を奪いますよね。なぜかっていうと、その人たちは、まあ、異常な人っていうふうに見なされて、結局自分たちのセクシャリティが受け入れられないと思って、ますます表現の場がなくなっていく。したがってセクシャリティに関する表現の自由を総量としては私たちの方が守れますみたいな感じです。つまり相手のボールに対して、いやこっちの方が守れるっていう理由を示すという話です。ここは、まあ、ここもまで同じような感じで、例えばむしろこっちの方が、まあ、女性にとって自由に自分のセクシャリティを追求する場を作ることができますよ。なぜかっていうと、これは、マーティの話よりもポルノがどういう性質のものかっていう、結局ポルノのキャラクライゼーションっていうのがに依存してどっちが勝つかっていうのが決まってくるような形でどんどんディベートが煮詰まっていくんですけれども、例えば今年言えるのは、いやなんかポルノっていうのは別に今まで自分が見たことがなかったようなセクシャリティへの、まあ、エクスポージャーの、まあ、ゲートウェイとか、その第一歩になりうるよねみたいな話とかも、まあ、できたりします。ちなみに僕は1年ぶりにのエージャンブリッジでこんなことを言いました。はい、というわけで、まあ、概要は分かってもらったと思うんですけど、なんかじゃあ何がポイントかっていうと、一番重要なのは、まあ、この話をどう立てるかとか、それ以前に一番重要なのは相手の行動を正確に捉えることで、これってすごい多分みんなが思っているより難しくて、最初に話したようにゴールって基本的にいろんな流度で見れるし、階層構造にあるわけだから、なんかきちっと相手とどこまでの枠でゴールを共有しているのかっていうのを意識しないと簡単にミスります。例えばポルノで、ここでポルノに出演する女性の権利を守りに行って、まあ、ガバのセクシャルサティスファクションとオフセットにしようとしても、
ポヨに出演している女性の権利とか利益とかと、なんかポヨのを見て男性と付き合ってる女性、まあそれがなんていうの、こう一般的な女性っていうのでもう全く別次元の話だから、ジャッジとして一括りにしてそれを比較するっていうのはやっぱり難しくなってしまう。なんで相手がじゃあさっきも言ったように結局本当は誰を守ってて、なぜその人を守るのこととか、なぜその人にとってのその権利ってそんなに重要だと思ってるかっていうのをすごい正確に捉えないと、まあ、やっぱ難しいです。あのこれをちゃんとやるのはこれすごいみんなよく見せるんで、やっぱすごい重要なポイントとして強調しておきます。じゃあ次、コンパリの話をします。でコンパニは、まあ、基本的に最初の戦略がすごい多くの場合使えて一番強いと思っているのでお勧めするんですけど、コンパニは、まあ、第一にそのバックアップのプランとか、ウィップが言う話とかデッティがセカンドの話で言う話としてすごい強いし、最初の戦略で勝ちきれないなと思っても、まあ、強いんで強いし、やんないんでみんなほとんど日本的に海外はどうか分かんないけど、日本のディベートってみんなやんないし、やれば相当勝てるので、おすすめします。これもただこれから話すようにコンパに来て、多分一般的に言われてるよりもはるかに難しいので、結構丁寧にどういう風に僕がやってるかって話をします。例として僕が使うのがこれ2010のマーズのグラフね、フードホラーオブワーの話をメインにします。例えば、なんかこうね、こんなざっくりかと見てないんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、すごいなんかもうミスデプしない範囲でざっくり書けば、ゴールとして側は、なんかステートのアカウンタビリティと市民のディシジョンみたいな話をある程度してて、ここは、死者のディグニティとか、または、いや、こっちの方が市民にとっていいチョイスが発生できますよ、みたいな話をしてました。で、じゃあ、コンパニっていうのは、自分たちの合意の方が重要であることを示すっていうことなので、まあ、例えば側だったら、アカウントビリティの方が死者のディグニティより重要ですよっていう話をするっていうのがコンパニです。で、まあ、コンパニって別に多分いろんなやり方あるんですけど、ここは大体3種類ぐらいに分けて、1つ目がインポータンスベースでコンパニする。これって直感的な重要性でゴールそのものだね、そもそもだ、そもそもでもいいかわいいや、そのものの重要性を比較する。つまり、まあ、なんかこうあんまいい例例えじゃないかもしれないけど、まあ、測ってる測定軸の重み自体、例えばなんかドルとか、まあ、フランとかで測ってる時にドルの価値そのものっていうのがこんだけ重要なんですよっていうような感じです。例えばこれ僕じゃなくて新聞が言ったことなんですけど、なんか要するに死者の権利なんてどうでもいいよねっていうためにフェアとサクファイスディスミスオーバイスデッツ that we can protect the living in the future from having atrocities visited upon them that is the price for women to pay ってこうやってなんか新聞だから言えるのもあるんですけど、まあなんか別によく見てもらう、見てもらうと、やってることの本質って俺すごいシンプルだと思ってて、で、まあ、なんていうの、このレクチャーの目的の一個っていうのは、なんか多くの上手いディベーターが、あ、それすごいなっていうふうに思うようなことやってるように、皆さん思えたかもしれないんですけれども、本質を突き詰めるとそこまで難しくなくて、その本質っていうのをどういうふうに見るかっていうのを、まあ、今日の一つのレクチャーの目的で、それもそういうレンズでこの話を見ると、結局これってなんか死者の権利なんかこう架空のどうでもいいものなのに対して僕たちが守ってるのって生きている生身の人がもうひどい惨劇に合わない権利ですよねっていう、要するに片方の重要性を小さく見せて自分たちの重要性を大きく見せてるっていう、たったそれだけの話であって、それ以上でもそれ以下でもない。だからなんかコンパニっていうとすごい特別なものに聞こえるかもしれないんですけれども、すごい基本にあるのが一番使いやすい方法っていうのは、結局みんながよく聞いてるイラストとかインパクトを持つとかって話と
何も変わらなくて、結局自分たちの話のインパクトを持ちつつ相手の話のインパクトを小さく見せるっていう、それだけだっていうことを多分認識してもらうといいかなっていうふうに思います。というのがまず最初ね、これそもそものゴールの重要性について話す。それとすごい似てるけれども若干僕が違うと思っているのがプリンシプルベースのコンパリで、これっていうのはどっちの方が重要ですかっていう問いに答えるのではなく、そもそもどっちが優先されるべきですかっていう問いに答えるものです。これって別に何て言うの、必ずしも廃藩ではないんだけれども、基本的には別物って考えた方が頭の整理がつきやすいと思います。で、これってどうやるかっていうと、まあ、主体の立場からまたは何らかの価値体系を用いて2つのことを比較します。で、フルコナーフォアの例を続けると、例えばね、言えることとしてメディアの責任っていうのは正しい情報を、配布することですよね。これすごい雑で、これそのまま使わないでほしくて、ちゃんと理由とかもつけてほしいんですけど、感覚としてこういう話をしてる。例えばメディアってそういうことをやる権利がないよねみたいな。例えばその人々、市民の正しい判断っていうのが重要かは別として、どこまで重要かは別として、メディアの役割としてそれって守るべきなんですかとか、そういうような話です。で、まあ、これ説明薄いんですけど、なんでかっていうと僕あんまこれ使わないっていうか、これ苦手なんで、ただ有効な戦略であることは確実なんで、使える人は使ってください。で、これ3つ目ね、この3つ目がなんか一番みんなになんか刺さりそうな、最近の1年生を見てる限り刺さりそうな直感的な予感がしてるんですけど、なんかメタリメートベースのコンパリって僕は呼んでて、どういうことかっていうと、ユニークネスとかエクスクルーシビティとかバランスとか、なんかその扱っている題材そのものじゃなくて、一歩引いたメタなディベート上の都合で比較したときにどっちが重要ですかっていう話です。で、まあ、これバーデン操作とかっていうこともよく言われるんですけど、僕はバーデン操作っていうのはこの基本的にメタディベートベースのコンパリをやる手段として使うケースがすごい多いと思ってるんで、ほぼ同義っていうふうに言います。バーデン操作自体はもっとこうひどい意味合いの単語だけど、コンパリで使うことは僕は多いと思ってるんで、ここに含めてます。とか同義って書いてます。じゃあ例えばどういうことかっていうと、これもフルコナーフォア別に言われたことじゃなくて言える話なんですけど、例えばね、フルコナーフォアの一つのクラッシュっていうのは、側がやっぱりイメージとか見た方が市民ってちゃんと理解できるねって言ったのに対して、ここはいや、なんかこうそういうイメージとかっていうのに対してこう感情的に人は反応しすぎるよねみたいな話をしてました。じゃあここでそれをさらに補強するためにどういう話をできるかっていうと、いや別に戦争の相手が言ってる戦争がどれだけひどいかとかって、別になんかこうファクトとか統計自体はあるわけで、じゃあイメージってどうエクスクルーシブかっていうと、なんかすごいナショナリティを侵害するよねみたいな、まあ、こんな薄い議論でもちろん勝てないんだけど、まあ、こういうようなことを言おうとすることができるって話です。例えば、正しい情報をとか情報自体を開示することはエクスクルーシブじゃないけれども、ナショナリティ自体はエクスクルーシブで、私たちしか見に行って守れませんよねみたいな話です。もう一つ、これちょっといくつか例を伝えてたのか分かりにくいんで、もう一つ例を出すと、例えばこれ、この間タイピックカップっていう大会があったんですけど、まあ、みんな出てるか、まあ、出てる人もいたと思うんですけど、例えばそれの最初のラウンドの一個のモーションで、なんか、要するにこれどういうことかっていうと、これちょっと端折ってるんですけど、学校で、例えば三島由紀夫とか、なんかこう、特定の歴史上の人物が LGBT だったんですよっていうふうに、生徒に教え込むみたいな、そういうモーションです。その時俺は怒ったんだけど、どういうことを言ったかっていうと、別に有名人で LGBT の人はいくらでもいる、現存する。だから別にあいつの言ってるなんか LGBT のイメージとか LGBT のエコグニションとかは、別にそういうのは全部そういうセレブリティに達成できるけれども、やっぱ歴史上の人物っていうのはどういう意味かっていうと、コンサバティブとか保守的な人が自分たちの国民性を攻撃されてるって捉えることですよねみたいな話をしました。要するにこう自分たちの話ってエクスクルーシブじゃないよねっていうふうにこう戦っていくっていうのが、まあ、基本的に僕はメタディベートベースのコンパリの一つの情報手段というふうに考えています。
で、じゃあもう一つね、これちょっと違う情報資料なんですけど、これあのアキティの2016のグラファイで、まあ、どういうモーションかっていうと、学校とか親っていうのは自分のてか子供に対してなんか見た目にインベストするべきだよっていうふうに言うっていうモーションです。でその音でなんか言えた、もう僕別にこれうまく言えてないんで偉そうに言えないんですけど、言えることとしてなんか生徒ってすでにすごい周りから見た目を良くするプレッシャーを背負ってるよね。じゃないと例えばいじめとかに遭うたしとか、なんか服装バカにされたりとかするから、じゃあそういう環境の中でじゃあ親とか学校としてどうするべきかっていうと、なんかバランスを取るべきで、そもそも現状ですでにプレッシャーがかかりすぎてるわけだから、それと逆の方向に行くべきですよねみたいなっていうバランスっていうフレームっていうか、こうメタディベート上のコンパリの軸っていうのも結構使います。でこういうとなんかこう特定の例に聞こえるかもしれないんですけれども、なんかこれってすごい一般的なフレームっていうかよく使える戦略で、要するにトレードオフとなるあるスケール上の、まあ、基準、例えばどんだけ子供に見た目インベストしているプレッシャーをかけるのかっていうのと、どれだけ子供自身が自分に自信を持てるかってある意味直接のトレードオフにあるわけで、じゃあどの程度その子供って自分に自信を持つべきで、どの程度自分の今の自分に自信を失わせて自分を変えようとさせるべきかっていう、これは一種の何て言うの、完全なトレードオフというか、あるスケール上のどこにポリシーをセットするべきかっていうディベートであって、例えばそれっていろんなディベートの考え方とかこう軸として実は結構発生してきて、例えばアファーマティブアクションとかも俺この一つの例だと思ってて、アファーマティブアクションって要するにどれだけ例えばまあ入試とか入社とかいろんなこうあれがあるんですけど、どれだけそれを特定のグループにとって有利にしてその人たちをこう持ち上げていくかっていう、完全にこうその別にその人たちが活躍するべきっていうのはコンセンサスだけど、じゃあどの程度まで補助するべきかっていう、完全にそのこうスケール上の、まあ、価値基準なんで、例えばよく使える常套手段としてこれあって話すんだけど、そもそも現状ですごい例えば女性とかにとって雇用の形態とかそういう、プロモーション、昇進を、する人選ぶ手段とかが全部そもそもアンフェアだからこそ、現状ある程度政府から介入してバランスを取ってこの人たちを補助しなきゃいけないよねっていう風に使えたりとか、結構こう、こう見えて意外とこれって、よく使える一つのコンパニオン軸だっていう風に考えてます。っていうのが、3つのコンパニオン軸ね。で、ポイントを話すと、インパクトベースでやる場合はなんか中途半端にやろうとしてもジャッジ取ってくれないんで、すごい意識して丁寧にやってほしい。例えば私たちのベネフィットの方がタンジブルですっていうふうに言っただけでジャッジ取れるかっていうと、すごいこう迫真の言い方で言われるとちょっと取る人もいるかもしれないんですけど、あんま取れないです。なんで丁寧に結構なんかなんていうのか、例えばあるディベーターが私たちの話はタンジブルだから重要ですって言うとして、なんかでっていうふうに思うと思うんですけど、なんかそれと同じでインパクトとして提示しても取られないような話はコンパイとして提示しても取られないんで、ちゃんとそこは、きっちりやってほしいなっていうふうに思います。でなんかこうあくまでもお互いのバリュー、どっちかのバリューを小さくして自分たちのバリューを大きくするみたいな言い方をずっとしてたんですけど、なんかもう一歩進んで相手のバリューもフリップしてやってもよくて、相手のハーブってむしろいいことだよねとかっていう風なこうところまで持っていってもいいと思います。でこの視点って意外とみんな持ってないけれども結構使えるんで、なんか相手が重要そうに話をしてきた場合に、それって本当に悪いことなのっていうことはすごい毎回疑問に持ってほしい。そこからすごいいろんな反応っていうのまでできるから、例えばこれ一つの例として、これなんかオーストラリアのクオファイとかだと思うんですけど、なんかプライバタイズウォーター、要するに、水会社を作ります、政府が水管理するようにますっていうので、ここがなんかめっちゃ水の値段上がっちゃうじゃんみたいな話を、まあ、ちょっとしてたと思うんですけど、それに対してパパは、いやそもそも現状で水に無駄にしすぎてて
そもそもの値段が低すぎるわけだから、むしろ上がることはいいことだよねっていうふうに言うとか、